どうもーオリノバイシャクですこんばんはーありがとうございますチヨシチヨシくんオリックスチヨシくんです今日は強いよーオリックスが9対1でねーもう、貝の勝ですよもう、貝の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 勝ですよほんとね、もう、すごいエースが抑えてそして、 手法が打ちまくるというね、もう理想の理想ど真ん中っていうね、本当にもう、もう、いやー、気持ちいい試合でございました。もうね、まあ試合スタートした時はね、もう雨降りしきる中でね、まあ相手もマー君ということで、いやー、これは大変な試合になるぞという覚悟はしておりましたけども、終わってみれば9対1、強し君ということでね、もう、すごいよ。 もう、マサタカのあのホームラン見たもうむちゃくちゃですよ、あんなところ。拾い上げてホームランにして、もう最後もう走者一走や言うて、6打点。もう、やっちゃってますね。大暴れしちゃってますね。誰も止められません。吉田正尚、ねうん。もう彼を止めれるのは何でしょうかうーん。室伏さんぐらいでしょうか もうすごいです。もうね、止まりませんよ、本当にね。うーん。そし、てやっぱエースですよね。ビシッと閉まるね。うーん。まぁ、あ、ちょっとね、この間山岡くんがね、あ大の縁の上ということで、まぁ、あ、村西くんも続いて大の縁の上ということでね、もう、私の腹筋はもうちょっと好意表がもうすごいですけども、うーん。いや、しかし今日はね、もう、さすがの、 エースのピッチングでございますよ。もうね、ほんと、危なげなし。ね。うーん。すごい男だよね、あれも。これ15勝ですかうーん。あと1回ぐらい投げれるよ。ね。10月2日に行くのかなうーん、わかんないけども。うーん。これで16勝行くでしょう。もうこうなったらね。いやー、すごいよね。まあ、かつて2014年かな。 うーん、金子ちーちゃんもね、15勝ぐらいしてたね、15勝。もう無双してた、うーん、金子千尋投手ね。もう当時のオリックスの大エースでございますね。紛れもなくエースでしたけども、ねー、ここ一番っていうところでね、ちょっとピリッとしなかったりしたのよね。うーん、まあ、おさの平野さんとかもそうなんだけども、うーん、いやー、それと、まあ、 まあね、今の慶く君っていうことを比べたらこの慶く君の場合はこの大一番この終盤のねこの競ったところでしっかり抑えるからすごいよねほんとうん大した男ですよこの男はほんとうんいやまあ今日はねあのー、ええー、まあ 土曜日でね、うん、もう今日はお仕事なかったんで、お休みですっつってね、うんなかなかね、土日でね、お仕事ないっつってね、うんないから、今日は子供とね、遊べるぞっつってね、うん結構芸人は土日が仕事あること多いからね、うんだから子供と遊ぶっていうのがなかなかね、うん、平日はあの幼稚園行っちゃってるから、うんなかなかね、うんな,な,ないということで。 うん、今日は子供と遊ぶぞって言っててね。うん。でもまあ、オリックスもあるから、うーん。午前中にね、えー、パパの仕事しっかりして、で、午後からちょっと野球に集中させていただこうという、ね、うん、ことで、えー、計画を立てとったんですけどもね、まあ、あいにくのは雨ということでね、うん。ちょっと子供と遊ぶこのパパの仕事の方がね、うん、ちょっと午後にずれ込んじゃいまして、うん。で あのオリックス戦とのこのダブルブッキングという形になってしまいましてね、まあ、しかしそこは、まあ、パパですからね、まあ、まあまあのパパの仕事の方をね、優先しなきゃいけないって言って、ねパ、パパ活してきたんですけども、それで、だからもう最初の方の3、4回ぐらいまでは、ね、しっかり見てて、うーん、まあでも今日は吉野やから、2点あるから大丈夫やろって言ってね。う それでまあ子供と遊びに行ってっていう感じでございましたけれども、うん。まあ終わってみれば9対1。ねすごい、ね。しかもその後、ねえ、まさが大爆発ってね、もう、うん。あの先制点だけで、じゃないんだよね。もうあそこからホームランにツーランを打って。それで走者一走って、もう6打点つって、ね、もうね。 無茶してますね、ほんとに。うーん、大暴れですよ。ほんとね。うーん。あ、あ、闘で乾杯ね。えー、すみません、さっきやっちゃってますけども。えー、オリックス・バファーローズ、見事な勝利。乾杯ね。これぞ理想の勝ちかなっていうね、勝ち方でございました。ほんとね。15安打ですよ、もう。 もう層が厚いね、ほんと。だって、まさたか、ね、ラオウがまだ下におるんやからね。うーん。で、T さんも出番ないからね、もう T さんが。うーん。あで、も大田くんもおるしね。今日は左の西野。だから今日はマー君ってことで左のね、西野行ってましたけども。うーん。で、マッカーシーもおるしね。うーん。 いやーとトングちゃんも、ね、当たり戻ってきたし、ねー中川くんもマルチですしね。いやあ、すごい。ねえ、そうがすごいねー。もう、そう田口ですね、ほんとね。うーん。こんな強いチームになったんだね。もう、感慨深いです、おじさんは。ほんとに。2年連続こんなさ、すごい、その、なんていうの 首位攻防戦を見せていただいてこんな時代が来るとはってことですよほんとねもううん分からんもんだねうんいやーすごいすごいですよ、ね、ありがとうありがとう田口さんね9月24日土曜日6、えー、9対1見事に勝利万歳万歳万歳 エース、ヨシノブ、危なげなく、7回、無失点ってことで。うん。まあ、もう、言うことなしでございますね。まあ、ファーボールがちょいちょいありましたけども。うん。まあ、先頭を出さない。ねーうーん、安定、ね。ファーボール選ランナー出てもしっかりと次を抑える。もうね。危なげなし。ねこれぞ、エースでございます。ね本当に。すごい男。 ねえ、うちのチームにはこのすごい日本一のエースと、ねえ、パ・リーグ最強打者、正隆がいますから、もう、それはもう、ねえ、あれ,あれですよ、うんうん。さあ、そして初回、早速、正隆さんがタイムリーツーベース。そしてもう、ねえ、えー、まあ、雨降りしきる中、ね西野さん、西野が三遊間、ぶち抜いていただきまして、ねえ、5番西野ですよ。ねえ 盤を任されるよよううになりましたよね、うんでも、正隆さん、ねあのー、今日ちょっとね、ドキドキしましたよね、あれね、あのー、正隆さん、やっぱちょっと、走塁の時にね、ちょっと、ね、足がね、心配なのか、ちょっと消極的なね、走、う、塁、ん、が多いんですけども、まあ、一気に帰ってきたもんね、あそこ、泥んこにね、ねド泥んこまみれになって、うん、そしてしっかりね、 ー、ベース踏んでいいただいてね、これで2点先制ということでうんそしてちょっと私もこのところは子供と遊びに行ってましたけども5回正隆たか再びね技ありツーランこうですよもう拾い上げてこうですよねうんで7回トングちゃんツーランこれも嬉しいねうーんいや、トングちゃんの当たりがちょっと一時期止まりかけたかなと思ったんだけども ねこの間の試合からちょっと、あ、いい感じでは打ってるなっていうのはあったんでね。うん。そして今日ツーランが出たということで。もう大丈夫でしょう。ね。そして8回、満塁からまた正ささんが、走者一層、綺麗にしていただきまして、スッキリ、ということでね。うん。そして最後は宇田川くん。で、本田くんがソロを打たれましたけども、まあ、問題なしということで。お疲れ様でございました。うん。素晴らしい試合でございました。ね。うん。 これでどうなるかね。あのー、まあ、ホークスさんが勝ったっていうことで、まあ、ね、相変わらずマジックは、ホークスさんについたままやとは思いますけどもね。うんん。でもそこは隠れておりく、オリックスがおるっちゅうね。うん。いやー、すごい痺れる戦いになってきましたね、これは。うーん。すごいです。うん。 というぐらいでしょうかうん。いやー、とにかく今日はお疲れ様でございました。ね。えー、さよなら。バイバイ。バイバイ。